エリザベタ・ブリズギナは、ウクライナル・ハーンシク出身の陸上競技選手。専門は200メートルが、中心の短距離走。2012年ロンドンオリンピック女子400メートル、リレーの銅メダリストである。両親は1988年ソウルオリンピックの、金メダリスト。両親と妹も短距離走選手。母親のオルガー4400メートルリレーの世界、記録保持者であり、 1988年、ソウルオリンピックの400メートルと4400メートルリレー。1992年バルセロナオリンピックの4400メートルリレーなど、オリンピックと世界選手権を通じて5つの金メダルを獲得した名選手。父親のビクトル・ブリズギンも1988年、ソウルオリンピック男子400メートルリレーで金メダルを獲得するなど活躍した。 妹のアナスタシアは2017年ロンドン世界選手権に19歳で出場した実績を持つ。2010年7から8月のバルセロナヨーロッパ選手権で屋外のシニア主要国際大会に初出場を果たすと、女子200メートル決勝で22秒44の U23 ウクライナ大記録をマーク。母親のオルガが25年前に樹立した記録に並ぶ好タイムをマークするも、 優勝したミリアムスマレに0秒10に及ばず、シニア主要国際大会の金メダルを逃した。しかし、女子400メートルリレー決勝では、ウクライナチームのアンカーを務め、42秒29のウクライナ新記録樹立と、金メダル獲得に貢献した。なお、1986年シュトゥットガルト大会では、父親のビクトルが男子400メートルリレーで、金メダル。 母親のオルガは女子400メートルで銀メダルを獲得しているため、親子揃ってヨーロッパ選手権メダリストとなった。2011年8月の新鮮ユニバーシアード女子4100メートルリレーでは、ウクライナチームのアンカーを務め、43秒33で優勝に貢献。学生の世界大会ながら、両親と同じく世界大会金メダリストとなった。 2012年8月のロンドンオリンピックで初のオリンピック出場を果たすと女子200メートルでは準決勝まで進出した。ウクライナチームのアンカーを務めた女子400メートルリレー決勝ではチーム最速のスプリットをマークし42秒24のウクライナ新記録受立と同メダル獲得に貢献。この種目では男子も含めウクライナ勢初のメダル獲得となった。 また、このメダル獲得により、親子揃って、オリンピックメダリストとなった。2013年8月のモスクワ世界選手権に、出場すると、女子200メートルは、前回大会に続いて、準決勝敗退、アンカーを務めた400メートルリレーは、予選敗退という成績を残した。しかし、大会のドーピング検査で、筋肉増強作用のあるドロスタノロンに、 陽性反応を示したため記録は抹消され、2013年8月15日から2015年8月27日まで資格停止処分を受けた。ありがとうございます。